始まりました、オーブチャンネル浦野修太でございます。絶対にこの場所じゃない。なんか俺ができなそうな匂いがプンプンします。今日はでも料理ケースもんね。絶対に浦野修太の簡単なはずクッキング実家住まいとして有名な浦野修太さんですが、いつまでもお母さんに甘えるわけにはいかないので、料理のいろはを勉強しましょう。余計なお世話だねねえ、なんでよ。それ一人ですよね。いつもメンバーがいて手助けしてくれるけど、今回はマジで一人で。簡単なはずクッキング、結構簡単な料理を今からしろってことですよね。はい、じゃあ作っていきましょう。最初のメニューの材料はこちらです。少なくない？これはなんかできそうな気がする。 YouTube で作ったことあって苦戦してた料理がパスタとかボンゴレビアンコとか、あとなんだ、ハンバーグ、チャーハンの材料をやってきたけど全然少ないもん。これならいける気がするけど、でもスタッフさん知ってるか分かんないですけど、俺毎回卵もカツくんに割ってもらってます。危ないですね。でも目玉焼きですか、これは。卵焼きです。むずい方か。初心者向け甘め卵焼きちゃんと裏の向きになってるんですね。小学生でも作れる？これ舐めてますね、これね。卵、牛乳、砂糖、サラダ油だけってことはいけるか。何すればいいの？分かんないよ、これ本当に。何すればいいの？うわー、いかに甘えてるか分かるわ。卵をボウルに割り入れる、牛乳と砂糖も入れる、混ぜる。はい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 、できないで、そんな簡単に。怖っ。うまいねー。うまい。いいよ、いいよ。汁が出てきたら割る、ひねって割る。おお、うまい。いつもかっちゃんに割ってもらってたけど、できそうな気がするな。わあ、割れ目チェックしてるんですけど、それはいらないの？チェックしなくていいですか？どういうこと？これはなんか、これはなんかもう大丈夫で、これを下にして、あと、おえー、楽しいな。で、混ぜる。他のことできないかな、この混ぜながら。これ洗い物とかしながらやるっていうのを身につけたからね、前。フライパンに油をひく。キッチンペーパーで全体を塗り広げるのがベスト。ああ、本当だ。牛乳とそこに入れて書いてあるわ。どこに？牛乳と砂糖、どこに入れるか書いてないよ、これ。ちゃんと書かないと、わかんないよ。この卵の中に入れていい？本当に？ここでか。あったー。これが大さじ1。ラストいきます。はい。で、砂糖、砂糖を大さじ2。知ってますよ、こんな多くやんないよ。ちゃんとすり切るよ。ちゃんとすり切って、1。むずいむずい、いろいろ手が込むな。これうまいな、これ待って、やばいね。で、のあとフライパンに油をひく。キッチンペーパーで
全体に塗り広げるのがベスト。ませんのでじゃあちゃんと分かってますから、これフライブやってからやるから、これはこれ俺が試食とかじゃないですもんね。じゃあ美味しく作るよ。危な、やってるからありますか。てかこれ菜箸違くない、これ全部違うんかい、これ菜箸長さこんなことあるかい。よし、温かいのを確認しのフライパンに油を引く、キッチンペーパーで全体を塗り広げる。あ、もういいです。 OK、 なんか食器用洗剤みたいな、これ OK かな。次、フライパンに混ぜた卵を1/2の量を入れる。中火で30秒ほど焼く。じゃあ入れてから30秒いきましょう。これは共同作業です。いきます。おお、30秒待ちです。おり、中火で30秒ほど焼いたら、卵を少し混ぜて、フライパンを少し持ち上げて、全体に卵が行き渡るように回す。どういうこと？行き渡らないですけど。全体に卵が行き渡るように回す。さらに2、30秒ほど焼いたら巻く。全然違くなってる。もう。さらに2、30秒ほど焼いたら巻く。いや、レシピ通りやりましたよね、でもね、今。じゃあ、一回終わりましょう。一回。火止めましょう。一回火止めましょう。これ、長押し。一回休憩。フライパンに1/2入れた、中火で30秒で焼いた、で、焼いてすぐ卵を少し混ぜた、フライパンを少し持ち上げた、全体に卵が行き渡るようにする。それができなかった。うん、うまい。あ、うまいかも。あ、意外と俺作れるな。ほんのり甘い、なんかお母さんのお袋の味を思い出しました。ごちそうさまです。いけそうな気がします。そこがしっかり、ここをしっかりやらないと剥がれない。さっきより多めに。休憩休憩休憩。この間に洗い物とかしちゃってもいいのかな。これしない方がいいか。混ぜて、フライパンを持ち上げて、全体に卵が行き渡るように回す。さらに2、30秒ほど焼きます。せーの、はい。楽しいね、共同作業ですね。で、奥から手前に向かって巻く。負けない。お母さんとかもこんな大変な思いしてさ、卵焼きとか食べてましたもん。俺も朝さ、今卵焼きで 何分かかってます。これ40分かかってますよね。朝早く起きてんだよ。感謝した方がいいっす、本当に。奥から手前に向かって巻いていく。おお、こういうことか。で、巻く。いけ。あー、この作業も難しい。あ、なんかここはできてるんだよな。ここまでできました。
ここまではいい感じです。おお、なんか、おお、おもろい、いい感じになってきてる。で、ここに卵を流し込む。そこが見えなくなるまで、あ、なんかできてそう。で、30秒ほど、30秒です。混ぜる、混ぜる、混ぜる、うーん、きれいな、ちょっと行き当たるように回す。回せなくなっちゃったな。おお、むずい、むずい。おお、すげえ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 、できてるできてる。で、できてるできてる。見て、すごい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 。なんか俺が見てる卵焼きっぽくなってきましたよ、もう。で、この中に、中に入れ込む、入れ込む、入れ込む、入れ込む。して置いて、おっしゃおっしゃおっしゃ。いける、あと少し。あー怖い、崩れそう崩れそう。お好み焼きとかの緊張感があるな。できたできた。え、これ完成じゃないですか。え、めっちゃうまい、めっちゃうまいっす。できたー、上出来だよ。こう作りたかったんだもん、だって。うん、ここはちょうどいいです。我ながらいい味付けができたなって思います。さあ、続いて作る料理の材料はこちらです。焼きそばですよね。焼きそば、よし。さっきなんて3つしかなかったのに、今回もう多い。だって久しく見てないですよ、こんなん。卵焼きがね、まあ成功に終わったので、焼きそばも成功させていきたいんですけども、これ書いてないのに勝手に追加してます。難しくなってます。よし、じゃあちょっと始めていきますか。さっとざく切りして。ざく切り、ざく切りって何や。これをザクッと切るってこと。まず葉っぱを4枚剥がしていきたいと思います。なんか恥ずかしいね。1枚、焼きそばも初めて作ります。ちょっと屋台のそのお祭りの焼きそばをイメージしながら作ろうかな。一口サイズぐらいかな。疲れる。やっぱ大きさを均等にするのがちょっと疲れますね。できました。人参の皮を剥くらしいので一旦やっていきます。人参に使うのは多分初めてな気がします。こっちの方が簡単な気がする。はい。で、したらここ はい、これはもう捨てちゃっていいの。なんか
均等にしてほしいって書いてあったけど、やっぱ難しいんだよな、均等が。うわ、マジで短冊願い事書きたい。すごくない？短冊切り。うまい。キャノコ、しめじ。楽しい。キノコの方が楽しいな。楽しい、楽しいよ、いいよ。それでは、炒めていきましょう。いい、もう入れちゃいます。2、まんべんなく広げる。いい香りがしてきました。なんかやってる感じになってきたよ。この隙間時間を使って麺を開けていきます。もっと入れない？あぶねー。ごま油もうちょい足しますか、この香り付けで。めちゃくちゃいい匂いしてきてる。やばい。まあいい感じです。麺入れちゃいましょう。はい、先ほど開けた麺、これを3袋入れます。で、炒めます。さっきのように。楽しいね、いいね。こう。いや、マジで待って、美味しそうなんだけど。これ美味しそう。カップ焼きそば作ってる感じですね。やっぱ容量は似てるんだ。一回3袋入れてみて、味がね薄そうだったらもう1袋入れようかなと思います。え、待って、美味しそうなんだけど。やばいんだけど、うまくなってんだけど、うん、俺一人でもこんだけ料理ができるようになったなんて。うまい、うまいぞ。え、俺めちゃくちゃいい味付け、めちゃくちゃいい味付けなんだけど。こんなちょうどいい、みんながお好みの味になるって相当すごくないか。これマジ相当成功だぞ。うんうん、全然うまい、全然うまい、全然美味しい。え、これマジで待って、みんなに食べさせて。これもういいんじゃない？浦野特製塩焼きそば完成です。この後オーブ4人でちょっとね打ち合わせで集まるので、そこにちょっと持って行って。他3人に食べてもらおうかなと思います。で、焼きそばパンにしてちょっと食べさせようかなと思います。はい、おはようございます。さあ、今ね、ちょっと会議で事前に集まってる3人に行きたいと思います。おはようございます。今日、うん、みんなのために料理作ってきました。2品作っていく。2品？2品。もう何時間作るかかったかによってちょっと当てるの。ね、ものほど聞いて2時間半以上かかる。あ、じゃあ結構なんか煮込んだりするんですよ。あ、そういうこと。スープ系とか。うわ、でももうカレーとかいけるよ。でも2時間半もかかるんですもんね。あー、まあまあまあ。お？卵焼き。え？怖い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 。卵焼きってそんな深くないお前も。そっか、お前もなんか静かだなと思ったけど別に俺知らないからなんか1時間半かかります。
え、でも相当なんじゃない、だから。え、でもうまくない？でも意外と。綺麗じゃない？意外とうまいね。手先は器用だね、やっぱり。そうそうそう。で、もう一つ。お、はい。いいよ。1時間ぐらいかかってる。こちらは、焼きそばパン。あ、それは何？1時間パンから作ったってこと？いや、コススタートじゃない。コンビニのパンです。スーパー。え、焼きそばは？焼きそばは自分で作りました。頑張ったのは伝わる。キノコを食えないから、パスタは。いや、キノコなし作ってます、こっちから。一応、キノコなしの。やっぱ愛情はこうするわ。これ、キノコなしです。なんでキノコなし作ったの？いや、本田くんが食べれないから。キノコ類なんだ。キノコ類に勝てるから。で、あの一番具がいっぱい盛りだくさん、これ。これ、ふみや。いらない、いらない、いらない。いるから。マジで大丈夫。いるから、これが、ね。具ないもん。でしょ？具ないでしょ？具ないもん。で、見て、これ。ちょっと、アサリとか入ってるわ。具だくさんで。で、そっち魚介類多いやつ。お前。で、これは、大盛り。もうできるだけ大盛り。もうブレるけどちょっと嬉しいわ。でも気持ちはこもってんのは。で、これはフミヤ、これも。多い多い大食いだから。お前昼飯大食いだから。罰ゲームや。昼飯罰ゲームじゃない。罰ゲームって。なんかバチみたいだもん。え、ちょっと卵から食べよう。あ、確かに。ちょっと前菜できないやつでしょ、みたいな。別に焦げてあんまないし。裏見ないで、裏。相手の半熟。これまず相手の半熟、相手の半熟。ザラメ入ってんじゃん。いや、ガステラだからそれ。美味しい？うまい。うまい、うまい、やった。うまい。もうやった。いただきます。うまくなったな。腕上げた？腕上げた。そんなまずいやんけじゃないから、もうマジでちゃんと作ってるからこれ。うまい。あのね、めっちゃうまい。うまい。嬉しい。ちょっとうまくなってんの寂しいぐらいですけどね。いや、まあ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 。正直俺ん家実家甘い卵焼きとか出るから。似てる？お母さんの味と似てる？お母さんの味、似てはないけど、うまい。似てない。うまい。うまい。嬉しい。それ、葉っぱだよ、それ。ククの八の段のやつ。そう。こんだけ言ったけど。お願い。これ本命。これ本命な。うん。だって主食だもんね。まあそうだ。メインディッシュ。メインディッシュ。え？これ褒めた方がいい？え、どっち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 ？いや、別にまずくはないんですけど、ちょっと薄い。あー、ああ味見したんだけどな。美味しい、美味しい。美味しいけど。もっとこれ俺は好きだな。一応3袋入れてるから。いただきます。3袋入れてる。4袋入れた方が良かったかな、あれ。何よ、3袋入れてる。4袋入れようとしてる。一応焼きそばの素で作りました。どう？まずい。おい、まずいんか。あんまりはっきり言わないよ。こういう企画で。嘘じゃん。海だと、海だと。え？俺、オブラート包んだの。ちょっと薄いんじゃないって。お前、包むなよ。おい、もうその後で。優しさ、優しさな。自分で食べてみいよ。うまっ。え？なんかちょっと味がする。わかる、わかる。なんか、パンに負けてる、焼きそば。あ、そうね。リベンジ、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、よかったよ、リベンジ。あのソロマンスが俺が最後でさ、全部終わったということで、ちょっと一人ずつちょっと振り返っていこうかみたいになったんですけど、朝バカ早かった。いや、マジで俺もあのスケジュール見たときに、海は早っ。あれマジでやばい。しかもその日、また帰ってからまた次の現場あったから。あったね。俺、あとネイルしてるやつとアスレチックに帰るから。もうマラソン期間も取るってたからさ。いや、もう体も仕上がってないから。もうや。いよいよね。まあタイミング的にはね。そうだね。まあよかったから。なるほどね。僕、タフティングやったんですけど、なんか、ああいう内職みたいなのが楽しすぎで、なんか俺も、も他のソロバースまだあったら、俺もやりたいのまだ2つぐらいあって、陶芸と食品サンプル作るとかで、またこういう機会あったら嬉しいですね。取っ手のところ、もうちょっとできたけどね。いや、それめっちゃ思った。俺、ずっと家族で見てて、いや、で、これで成功なのと思って、いや、そう、ちょっとすれなくてね、なんか持ち手がちょっと左右。俺がご飯食わへんからめっちゃ怖い。あそこうまくできたよね。いやでも確かにそれは思ったね。あと俺見てないから分かる。静かだなと思って。あ、僕今回そのままずバックナンバーさんと曲作らせてもらって。一人でかっこいい。おもちゃでしょ。そう、あ、みんなまだ知らない。そう、まだ見てないからね。おもちゃをその買いに行くっていうお話だったんですよ。はいはいはい。大宮まで運転してガチャガチャ一回回して帰ってくる。え、もうこれ出るときにも上がってるもんね。ちょっと楽しみにしてもらう。見た目とは裏腹にカロリー高かった撮影だな。おー、そうそうそう。秋葉原すごい歩いてたんで、そこは楽しかったな。個人的にもまた秋葉原に大宮は行かんのか。
まあでもソロマウスでね、いろいろ好きなことできて、そうね、楽しかった。いや、楽しかったな。はい、ということで今日でソロマウスは終わりです。はい、いや楽しかった、楽しかった。また来てほしい、ね、また来るでしょ、また来てほしい、またソロマウスね、早めに。はい、で、また来月からもね、YouTube ちょっと頑張っていくので、はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは以上、おーでした。はい、皆さんこんにちは、オーブの中川勝成です。はい、今月はソロマウスだったんですけど、いかがだったでしょうか。運動系だったりね、趣味だったり、料理だったり、まあ僕は何ですかね、まあ内職、まあ、まあ趣味の一つですね。いろいろな、メンバーのね、個性が出たと思うんですけど、僕は非常に楽しかったです。はい、またソロマウスではやりたいものね、もう頭の中に何個かあるので、ぜひまたチャレンジしていきたい、していきたいと思います。ということで4月ですよ。4月といえば、まあ桜、桜といえば桜んぼ、桜餅、花見、桜ジュース、桜ジュースあるかないかわかんない。そう、桜なんですよね。ということで4月のこのテーマ、チャレンジマウスです。はい、ね、桜関係ないやんって思ったでしょ。関係ないです。はい、4月はオーブを4人で揃ってね、チャレンジしていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしてみてください。はい、ということで3月のねソロマウスが良かったなと思う方はね、オーブの、動画にチャンネル登録やチャンネルの高評価ぜひしてみてください。ポチッと、ありがとうございます。待ってます。じゃあねー。